Ruby Brimnick and Sims Awakes to Gook of Land. As nay be fwa. Sims a nay sway be gand. Sims a wicks look of gavand. Skip around at their skin's blot. To the feet be chocobot. A scrawny zot. A bliss of nervy she be gand. Sims a wix so gog of land. へたくそ。皆さんご視聴ありがとうございます。ティーロでございます。今日もじゃないや、今回もね、シムズ4の、続きの方を、やっていこうかと、思っております。新年一発目ですね。ですね、前回ね、江藤といよいよ、まあ、結ばれ、ね、交際が始まったと、まあ、いうところで終わったと思うんですけど、ちょっとね、まあ、新たに、まあ、やっていくにあたり、拡張パックっていうものをちょっと入れていきましたと。まあ、そんなにたくさんじゃないんですけど、まあ、ちょっと今、ちらっと映ってますね、ここに。いますね、ちっちゃいワンコがいますね、ここに、キャッツ&ドックスだったかな、っていう拡張パック、あとですね、シティリビングっていう、拡張パック、ちょっと保存して一回見てみましょうか。まあ、キャッツ&ドックスはもうね、分かりやすい、ペットを導入できるという、拡張パックでございますね。シティリビングというのはもう街に、住むことができるよと、いう感じですね。まだ何もここに引っ越そうみたいな計画も立てていないんですけれども、なんだ、プール付き。あ、なるほど。ペントハウスだ。3階建ての、なるほどね。あ、いいな、すごい。こんなとこに住んだら、ね、贅沢な暮らしが。ここも1階と2階、なるほどね。いいな。まあ、こんな感じで都会暮らしがまあできる、まあ、拡張パック。まあ、そのうちね、まあ、世帯をちょっと引っ越させて、まあ、都会での生活みたいなのをやっていこうかなと思って、ちょっと先にね、ちょっと導入させてみたんですけども、まあ、まだそんなね、いきなりね、まだここでの生活もままならない中で、いきなり都会暮らしもどうかと思いますので、まずはやっぱりペットとの生活っていうものをちょっと、まあ、楽しんでから、まあ、そっちの方を、行こうかなと、思ってます。トイレ中だったから今ね、はい、でレベッカは今日は仕事の日ですね。2時から仕事だと、はい、それまでちょっとドッグ、あ、そう、名前寝不足ドッグです。レッドデッドオンラインでね、まあ、キャンプで飼っている、まあ、犬、アメリカンフォックスハウンドのね、寝不足のドッグという名前をつけた、まあ、犬を飼ってるんで、まあ、シムズ4でもね、まあ、それに習ってというか、まあ、名前をつけた。そもそもは、うちのね、民警団に所属してた、まあ、寝不足のドッグというね、人がいるんですけど、まあ、彼がちょっと長期、ゲームができなくなるということで、まあ、その代わり代役というか、代役でね、キャンプに飼った犬で、その名前を付けたんですけど、まあ、ちょっとそれが気に入ったもんですから、まあ、犬はもう、寝
不足ドッグにしていこうかなと。別にね、あのドクさんをまあ別に犬畜生みたいに思ってるってわけじゃなくてただもうそんなことじゃなくて愛着が湧いてしまったんで、この名前とこの犬に、うん、まあだからこの犬を、まあ、ちょっと購入して可愛がってやろうかと思ってます。かわいしょ子犬から、うん、もうどんどん成長して、あの大人の犬にまあ、いずれなると。ドックはこれ下くくっていっちゃったりするんだね。見えないけど多分今あ、いるいる、ほらあ、そんな遊びするんだ。へえあ、ちょこんと鼻出した、ほら隠れてるドックのね、なんだろうな、あ、エドが来た。もう仕事行っちゃうんだけどな。デート行かない。いや、仕事行っちゃうんだ。ごめん。エド、また。休みの日に誘って。ドックに話しかけてるべきかな。話しかけ。抱き上げて。抱き上げてあげて、言うこと聞かないのか。あ、こっち来なさいって言ってんの。こっち来て言うこと聞いたら抱き上げてやるな。それ待ちです。伝わってないかもしれない伝わってない、伝わってなかった。まだ多分ドックとの信頼関係がしっかりできてないんだね。可愛がってます。ちょっと待ってね。ドックをトイレに行かせてやりたいんで、ペットの世話抱き上げる。あ、ちょっと、レベッカ待って。ゲームしに行かないで。レベッカ。抱き上げて、そうそうそう、あのドックはね、あのまだ子犬なんで一人で階段の上り下りができません。だから抱き上げてあげて、ここにドックを下ろしてやる、はい、まだ子犬だから散歩も行け、犬はね散歩中にトイレするみたいなんで、でここでトイレ行くように言うと。ドック、そこでトイレしなさい。伝ってるかな。あ、伝ってる伝ってる。ドック、うんちはしないの。おしっこだけ。おしっこだけだ。これは片付けられるのかな。犬のおしっこはどうやら片付けられないみたいだね。あ、うんちするわ。うんちしてそこ。これを始末してやる。うん、捨ててね。で、そしたらドックをまた、抱き上げてやって、中に連れてってやると。まあ、抱き上げてからだな。ドック。たら中にまた入れて、ちょっとめんどくさいんだけど、猫はね、あの猫トイレを家に設置してやれば勝手に猫はトイレ行くみたいなんだけど、犬ちゃんはあれ、ちょ、マチルダ、ごめん、もう仕事行かなきゃならない。ちょっとレベッカ抱き上げて、そう、抱き上げて、フレンドリーじゃない、抱き上げる。
どっか行っちゃうよ、これ。仕事行かなきゃなんないね、もう。はい、抱き上げたら、ここに、どこ、ここに下ろす。はい、急いで、急いで、仕事はあるから。ああ、もう仕事の時間だ。はい。腹減ってるなぁ。は1時間ほど家に一人でいることになるね。あ、寝てるわね。ライリーを家に招待しますが、クラスメイトのライリー招待しようか。ライリー初めてだ。新しい友達。ライリーちゃん。まずはテレビでも見ようか。番組。あ、違う、それレベッカでやってた。有毒ガスってな有毒ガスってな。トイレあれか、おならとかゲップをするみたいなことなのかな。好きな動物について、マイナーな評判。レベッカは偉大な音楽的権威でもある、史上最高とも誉れ高いチェロ奏者と共演する名誉を得ました。しかし練習中、レベッカはこの大先生が間違って演奏していると思われる箇所に気づいてしまいます。彼女は間違いを指摘しますか、それとも巨匠のやることを信用しますか。放っておいた方がいいんじゃないかな、巨匠のやることですが。もしかしたら間違いじゃなくて味わいなのかもしれないからね。どうですか。やれやれ、リハーサルの時と、同じ失敗を最初の公演で繰り返すわけにはいきません。レベッカには出席チェロ奏者が少し輝きを失っているように見えました。コンサートは順調に進んでいます。あ、大丈夫なんだ。あれ、どこ行った。あ、トイレ行ってたのか。ジェコブ、ライリーちゃんが2階に上がったぞ。ライリーちゃんはゲームしたかったみたい。ライリーちゃんの格好、あ、ライリーちゃんは結構あの気性の荒い子なんだね見た目もそんな感じだな。あ、モラレス家の人じゃないの、モラレス。ライリー、ちょっと待って、ちょっと待ってね。保存後にもあるのか。いたな、モラレス家。ちょっと待って、世帯の管理、その他の絶対。モラレスケどこだ。モラレスケ、伝説のカラオケ池すげえな。これプレイヤーさんがあれなのかな、作った家族なのかな。モラレスケどこだ。いたよね、松本渡辺さん。モラレス、あれ、このモラレス、このモラレスじゃないのか。あ、これだ、このモラレスです。なんか黒人の子ともいるな。白人の二人なんだけど養子なのかな、一人。この娘ちゃんだね、うん、なるほど。今日のなんか目標という目標は、まあ、特にないんでちょっとまあだらっと、ね、今日一日をちょっと過ごしてみようかな。ペットというね、新しい家族を一緒に、家族を迎えて、
っぱ初めての一日なので表出たいんだな。ドックはライリーちゃんと遊ばなくていいのかな。ジェイコブあんまりライリーちゃんは好きじゃないの。あんたのうちに遊びに行ってあげるよ。いいよ、僕はうちに来なくてもいいよ。いいから言うこと聞きなさいよ。ブツはよって言われて、え、分かったよライリーちゃん。そんな感じかな。あれだな、あのスカイリムのさ、あのホワイトランのあのバトルボーンの息子となんかね、あの女の子みたいな関係なのかな、もしかしたら。ジェイコブちょっと遊んでやんなよ。吠えることについてお説教する。ダメじゃないか、吠えちゃうな。お友達が来てるのに。ほら吠えちゃダメだよ、ドッグ。分かってもらえたかな、ドッグ。飯食いたんだら怒られて。ドッグもカーンとしてるな。あ、でも分かってくれたかもしれない。ドッグにおやつあげよう。分かってくれたみたいな。あ、ダメだな。分かってない。吠えてるわ。吠えたらダメだよって言ったのに。余計吠え始めちゃった。これ食べな、ドッグ。食べた。ジェイコブ、これ片付けなさい、ちゃんと。ライリーちゃんが今、上でパソコンいじってるからダメだよ。遊べないよ、今。タレスと一緒にやってくれるはずなんだよ、確か。ダンスをしよう。一緒にやってくれるかもしれないと。あ、興味持ったから来た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 。自分の尻尾。何やってるんだろうって。一緒に踊りな、ドックも。何してるんだろうって感じだね。あ、興味なくなっちゃった。こっち来て。ジェイコブ、こっち来てよ。覚えちゃダメだよって教えてあげないと。あ、ボール遊びしてほしいんだとさ。覚えちゃダメだって。怒られてちょっとシュンってしてる。じゃあボールは取ってあげよう。おもちゃを誰か来たよ。とりあえずボール、ボール、ボールを出す。所持品に入れる。この人はコリンズ・リリーさん。招待する？勝手に来たけどどうしたの？なんだ？どうした？コリンズ・リリーさん。ジェイコブ。なんで一回座ったの。コリンズ・リリーさん来たから。何の用ですか。お宅のワンちゃんが可愛いって聞いてね、遊びに来たのよ。あ、どこ行くの、ジェイコブ。ジェイコブがうんち持ってるな。ペットの糞。このペットの糞ショーはペットの糞台よりは臭いが若干控えめですが、それでもガーデニング用の肥やしに持ってこいです。ああ、そうなんだ。
バギョ1シモリオンで売れる。売ろう。これはポテトチップス。ポテトチップ売れないって。これ食べようかな。食べよう。コーヒー。コーヒーは、コーヒーはでも、ジェイコブは飲めないね。いらないって。ちょっと待って。そんなことよりもあれだ。ジェイコブ。パソコンはもういいだろ。ボールを、ワールド、どこにボールをあげよう、そう。ちょっとどこ行くの？ジェイコブ、パソコンはいいっつってんの。ラリーちゃんがもう降りてきたわ。ポテチもいいや。どこと遊んでやってくれ。ラリーちゃん帰っちゃった。つまらない、言えねえ。捨てゼリフを残して。つまらない家だ、もう二度と来ない。ドックにボールあげな、うん、ドックにボールをそうそうそうあげて。ジェイコブ、なんでリリーさんの、リリーさんの前でやらなくても。リリーさんを招待したの？ジェイコブ一回でも入ってきたよね。あんまりでもドックはボールで遊びたくないのかな。ちょっと待って、ボール投げて取りに行かすみたいな遊び。ジェイコはもうパソコンでゲームしたいんだな。特にボール渡しても満足してもゲームしにちょっと。リリーさんは？リリーさんまだ表に。リリーさん家に招待したのかな。したよな、招待するって最初に選んだし。もうでもあれだな、レベッカも帰ってくるな。もうあと40分そこらで。ゲームやってるのかな。座ってるだけだ。ゲームやるよ、なんなら。ゲームトーナメントに参加する。プロのトーナメントに出場。結構お金かかる。でもこれ勝ったらなんか優勝賞金みたいなのもらえるんでしょ。頑張れジェイコブ。e スポーツ。あ、入ってきたわ。よかったよかった。遊んでやってくださいよリリーさん。ジェイコブが遊んでくれないんでドッグを。あ、全然リリーさんはもう犬の扱いがうまい。くっさ、この犬くっさ。あ、違うわ、コーヒーメーカーのコーヒーがもう悪くなって。ごめん、ちょっとあれだ、主人帰ってきたから。レベッカ、リリーさんに声かけてあげて。ジェイコブは全然対応しない。元気な自己紹介。すみませんね、何のお構いもできないで。いいのいいの、このワンちゃんが可愛くてね。このワンちゃんがね、可愛いって街で評判だから、ちょっと遊びに来させていただいたのよ。そうなんですか、リーさん。うちのドッグ可愛いでしょ。ペットを撫でて心癒す。もうちょっと今緊張してるからね、仕事の関係で。すみません、こんなドレス姿で申し訳ないです。ごめんなさいね、着替えないと。ちょっとレベッカ着替えた方がいいんだ。部屋着に着替えちゃった。すみません、目の前で。ちょっと待ってね、ドッグを、ドッグのご飯あげてないんじゃないの。ドッグご飯食べなさい。でリリーさん、私あのトイレ行きたいんで、そこにそこにいられると。よしよしよし、ごめんなさい、ちょっとおトイレ行きたかったんです。あー、なんかくっせえ靴の匂いするこの家。ちょっと待って、
やべ、これ片付けよう。もうすげえブーブー言われてるわ、リリーさんに。この家臭いよ。ペットの匂いかしら。食べてるな。食べてるね。犬好きなんだな。ずっと見てるよ、リリーさんは。ドッグの。レベッカそろそろご飯をって感じないの。そこでバイオリンの練習。子羊のスペアリブなんて作れるぞ。ちょっと作ろうか。そんなとこにバイオリン置くけど。すいませんね、リリーさん、いろいろごちゃごちゃして。リリーさん、こんな時間ですけどいかがですか、夕食とか。まあ作りますので、料理まず片付けます。スペアリーブを今漬け込んでいるね、タレに。うまくなったな、レベッカの料理が。グルメ料理だ。あ、汚っ。それをオーブンで焼くのかな。オーブンに注ぐ。そのまま注ぐそのまま注ぐ。ちょっと待って、ドッグ今作ってんのよ、スペアリーブを。なんかかけたな今。まだできない。リリーさん帰っちゃうよ。まだ、いや、まだできない。どう、あ、帰っちゃった、リリーさんせっかくできたのに。せっかくできたのにね。ちょっとレベッカこっち先きれいにしよう。いや、うまそうじゃないの。素晴らしいスペアリブ、子羊の。見て、うまそう。めっちゃうまそうじゃん。スペアリブだね。ドッグにはまだ早い。ドッグをそろそろ寝かしつけた方がいいな。これ食べたらんちよ。あ、マチルダ来てた。ちょっと待って。マチルダを招待しよう。いや、いらっしゃい。親友ですからね、マチルダ。こんな夜遅くでも全然大歓迎。どうなの、じゃあ、せっかくだから。一人分取る。マチルダにみたいなのはできないのかな。食べな。ちょっと待って。うんちじゃなくて、スペアリブを。うんちと一緒に持っていたスペアリブを今レベッカが食べますうんちと一緒にね、所持していたスペアリブ。うまい、そうなんか、あ、おい、幸せだーって。いいね。それ食べ終わったらこれをしまう。さすがにマチルダはご飯食べてきたでしょ。いい匂い、いい匂い。素晴らしい出来。ジェコブはあんまり振るわなかったみたいな、ゲーム大会。よし、まずそれ片付けね。取ってこい、できるな。これでも家の中じゃダメなのか。あ、犬が取ってこいを学んでいる必要があります。そんなことあるんだ。あ、ちょっと待って、ドッグがおしっこ行きたいって言ってるわ。ちょっと待って、マチルダ、マチルダじゃねえ、レベッカ。ドッグを、抱き上げて、うん、抱き上げまして、ボールを先にあげちゃうな。やったぞ今。はい、そしたら1回表に
ちに連れてってやってと、ここに押す。もう1時です。ジェイコブはもうまだ寝てないのかな。まだなんか、あ、寝てるな。そしたらドックにおトイレに行くように。おトイレしなさい。あ、じゃあジェイコブが言うようにしちゃった。トイレに行くように。まあ、ジェイコブは今寝てたのにごめんな。ジェイコブ寝てたのに起こしてトイレに行くように指示しちゃった。ジェイコブ寝てていい、寝てていい、寝てて。ごめんごめん。はい、ごめん、レベッカ。レベッカ行かないで。ドックにおトイレさせて。あれ、ジェイコブ、ジェイコブわざわざやりに来たのか。眠いよドック。あれドック見に来たい。そう、そこでおトイレしなさい。ドックが外で用を足すことを覚えた。あ、ちゃんとあれなんだね、やらせていくと学んでいくんだね。なのにスキルとか全然見れないの、犬の。はい、うんちした。はい、これ片付ける。これはダメだ。で、ドッグを抱き上げる。おいでしてからにしようか。しつけだ。これもうんち拾ってレベッカ。おいで、どこおいで。全然聞いてない、全然聞いてない。ペットの世話。あー、そっか、お風呂に入れなきゃなんないんで、お風呂に入れる選択したら連れてくんじゃないかな。ちょっと待って、壊れてる。お風呂入れたら直そう。どこに入れたらくさくさだから。どうだろう。なんかいいな。綺麗になった、ドッグ。綺麗になったね。あー、ちょっとびしょびしょになっちゃうでしょ。モップがけしよう。ここモップがけの前にこっちなぞ。はい、レベッカあっという間に直すから。器用なんです。はい、直った。早っ。掛けしましょう。どうですか。結構盛大にやってるなこれ。ドックそこで寝るんじゃないよ。あ、起きた起きた。ここで寝ちゃダメだって気づいたみたいな。もあるよ。頑張れ頑張れ。もう3時だ、こんなことしてる間に。でドックに、ちょっと待って。いろいろやべえな。いろいろ壊れてんな。一気に壊れ出すのやめてほしい。先にこれ直さないといつまでも水浸しだぞ。モップがけはいいんだが、大変だな。
仕事帰ってきて犬の世話して至る所壊れて、マチルダ来て、マチルダはどこにいるんだ、上でジェイコブと遊んでんのか、あれマチルダも帰っちゃったか、帰っちゃったね、いつの間にか。ごめんね、あの家のことやることが多くて全然相手できなかった。でドッグに寝させよう、ここで、でこっち来なさい、そこで寝てんな。ドッグちゃんとここで寝なさい、毎回来た。あーちゃんと分かったよ、はい、褒めてやって褒めてやって、フレンドリー褒め、ちゃんとやったら褒めてあげて、レベッカさん1個だよ、そこで寝なさい。そこがあなたのお布団なんだ、分かった、分かったみたい、あ分かったって言ってる、かわいいな、なんでこんなかわいいんだろうこの犬ってもんは犬って生き物は。ちょっと待って、ね明日は仕事だね、うん、そんなに遅くまで起きてられんねえよ、楽しさが、楽しさがちょっとあれだな、ちょっとレベッカ寝る前に一曲歌おうか寝る前に一曲歌おうかな、ポップ今今夜は楽しもう、いいすごく今に合っている、ブルーベルブルーズンブファーシュシュタープルーベガーヤファーズヤブリッキーブラッシュラブナーユピュ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 ブルーモイ、あでもちょっとずつだけど上手くなってるね、こんなガッサの個人近所迷惑だな、ハハ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 、いやいいね、いいよ、ちょっともう朝だけどもうちょっと軽く寝よう、ジェイコブはまだ寝てていいのか、おしっこ行きたそうだな、もう朝飯にスペアリブ食べさすってちょっとあれだけども、まあ仕方あるまい、あれドック寝れてないのかな、寝れた、あトイレ行きたいってジェイコブ起きてきた、ちゃんと寝れてるね、でもトイレ行きなさい、just
but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi.